こんにちは。ゲドーゲドーと、ケンモリミッドナイト TV。 みんな確かに、まあ、飲みつつみたいな、飲みつつうどん食って天ぷらつまんでみたいな、うん、いいね、すごい。日本酒なんかも出るからさ。あ、そうなの。そう、というわけで、ラスカルさんと一緒にうどん来てますよ。あ、うん、ラスカルさんと一緒にうどん食いに来てますよ。です。マッキー、はい、うどんすすりましょう。何を笑ってんの、そんな。いや、急すぎて何も知らない。まあ、急な方がいいから、やっぱりこういう。はい。第一人です。第一人です。第一人です。別にビュッフェとかじゃないビュッフェなのかと思った、マジで。だって、いくらでも頼めるよ。いや、それはいくらでも頼めるかもしれないけど。回ってみましょう。行きましょう。はい。かけてもいいっすね。ありがとうございます。おぉ、いただきます。俺、佐伯のめっちゃそこで修行した人ですか。はいはいはい、香川ってことですね。はいはい、いただきます。そこに香川、俺がもう香川の形してるもんな、これ。すげえ、いや、めっちゃ綺麗だし、その麺線がね、この麺線の創意具合がもう超綺麗。その天ぷらももちろん揚げたてでしょ。揚げたてだ、揚げたて。最高、いただきます。これ特、さすがにでかいな、これちょっと。もういつもスリーマッチだからさ。まあ、そっか。ピンとこない。いや、でもやっぱ麺の多いね。全然違うね。徳島ぐらいあるもんね、これね。徳島ぐらい。香川、徳島、こういう位置関係だな、これ。ね、ここにコーチがあってみたいな。多分この適当な感じ好きだわ。好きだな。めっちゃ崩すのもったいない。香川が、香川が、香川が崩れてしまった。いや、ちょっとまずいな。うまっ、めっちゃうまいっす。たぬきのは噛み切って食ってもいい。いや、それはもう個人の自由ってことです。香川関係なく、香川関係なく。市場の方って切るの途中で嫌がるじゃないですか。そうですね。汚いとかなんで、うん、こぼしてとか。それはもうご自由にやって。うどんはもう好きに食っていい。はい、はい、そう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すげえうまい。いただきます。いつもそうなんだけど、ラーメンの感覚でバッて取ると長すぎてね、あの口すげえ多いじゃん、食べるね。たぶん2、3本ぐらいするのがいい気がするわ。うまっ。うまっ。天ぷらもめちゃめちゃ熱い。天ぷらもそう、うん、鶏天がうまいってさっき常連の方から。これでこれミシュランが星ついてます。えー、そうなんすか。天ぷら塩で食うってこと。塩だね。洒落てんな、これ。うわー、鶏天うまそうだな。うん、うん、うまっ。これめっちゃうまいよ、これ、うん、でも衝撃がうまさ、この天ぷら。めちゃめちゃ美味しい。鶏天そうか。あー、うん。やっぱすげえ、久しぶりに見た気がするけど衰えてないね、やっぱり。ダイソンだからね。こんなナスは俺見たことない。ナスはつゆでいったらうまそう。うん、うん、先生半分。はい、というわけで、1杯目完食。え、この後まだうどんが来るわけよ、大量に。1個来る。あ、もう1個。うん、なんか俺も合わせて食おうかな、せっかくだから。うん、というわけで、1杯目食べたんですけど、ちょっとせっかくなんでもう1杯食おうということで、まあ、プチオーブ、まあ、ラスカルさんっていう時はちょっと多めに食おうっていうのがちょっとあるから、これですね。そう、辛いやつが、まあ、これも冷やしあるらしいんで、これいってみますと。冷たい方がいいや。あ、そうだね。え、これ温かいやつ。温かいやつのかけ。これかけ。あ、温かいやつ。腰がやっぱり。あ、そう、麺が美味しいんで、やっぱり冷たい麺の方が、うん、うわ、すげえ綺麗、これまた。うわ、うまそう。いただきます。すごい。今度ちょっと長野県っぽい感じかな、これ。形的にはどうでしょう、長野。もう俺が2杯目を頼んでる瞬間にもうラスカさんも特盛りを2杯目食い終わってるっていう。でも次はまた冷食は頼んでやるんで。ああ、もうまたもう頼んでやる。もう頼んでやる。人類のポテンシャルをね、超越してるよね。人類のポテンシャルを超越してる。ポテンシャルも超越してる。ああ、うまそう。ああ、うまそうだ、これ。辛い肉つけ麺。すげえな、なんかいろんな技を見せてくるやん、うん、うまっ。いや、もう全然辛くないですよとか言ったら結構辛い。結構辛い。そう、全然辛くないですよっていう言葉の信用の低さ、やばくない？いけたら行くわ。もうそのテイストの言葉で辛いよ、普通に。いや、大丈夫だ、オンリーメンスリー。いや、うどんで確かに納豆ないな。うん、どうなんだろうね、うどんの麺でオンリーメンスリーですけど。どうなの。うん、うん、冷たい。
めちゃくちゃ腰がしっかり感じられるわ。もう瞬時にあの語彙力なくなったね。一瞬でなかったよ。でもうまいでも。すごいなんかもううどんの味がねこう。さすがに腹パンっすよ。うどん、いや意外と量あるからね、一玉結構あるね。ど何グラムぐらいなのか分かんないけど、お腹にくるよね。まあそうだね、うん、がやっぱりでもまあ油少ないから、うんうん、だからその油を天ぷらで補うっていう力技ね。力技、うん、ちくわもうめえ。うん、教えてないです。うめえ、うまそう。いきます。うわ、あら、いいっすね。あら、これあ、いい、あ、いい、うわ、いいな、これ俺取られてね。あ、でも、エビ天めっちゃうまい、本当に。だから、塩の方がうまいかもね、これはやっぱり。あー、うん、うまい、マリコルトン。うん、普通さん、あれやってください。え、最後のキャッチフレーズ、社長さん、これのキャッチフレーズ、これのなんとかだわ。あれやってます。ちいこと言うな、ほんとに。あの女の子の写真集誰ですか？あれは今あの小倉優香っていう。あー、なんか一回コラボしてましたよね。そうですね、カ月のやつでコラボして。あ、はいはい。元々好きだったんですか？は篠崎愛です。元々好きだったのは篠崎愛っていう子で。あ、そうそう、好きっすよ。鈴木さんのあのボケって。あー、まあでもあれは全部が全部俺じゃないです。はい、30代ハマるボケなんですけど。本当に20代みたいな。ノビーが結構あれなんですよ、そういう詳しいんですよ。音楽とかに関しては割と俺らもそう30代の人たち結構通ずるのが好きなんですけど、もう見てるのもほら、ね、あのみなちゅうのフレアとか秘密とかね。あれチャルの趣味ですよ、あの秘密とか。え、だってあれ鈴さんのでしょ。あれ全部チャルゾンです。後ろは全部そうっすね。マジっすか。あれ鈴さんの意味じゃない。あれは、まあ、うちの事務所なんで。あ、そうなんだ。兼チャルの自宅っす。鈴さんの意味じゃないんすか。そうなんですよ。あ、違うんだ。そこは事務所なんですよ。へぇー。手相の方が多分めっちゃズボンの手相プロ。手相を見るプロ。プロ、あ、実際占い師で。ちょっとじゃあ見てもらおうよ。常連の占い師の方ということ。そうですね。はい。あ、ということは僕の手を見てそれを占っていただけるということ。はい、もちろん。え、そんな。すごい。なんだこの手相は。おー、すげえ。やらせか。いや。そんなんで、こんなこと言わなかった。こんな見ただけでわかるんですか。そうですね。あ、全然あの触っていただいて大丈夫です。いいですか。はい、全然です。はい。お。あ、すごい柔らかいでした。いや、それ手相関係あるのかそれ。ありますね。肉球みたいな。結構ね、肉がついちゃってます。優しい方ですね。天下統一が出てますね。天下統一の線。え、どれですか。え、なんかあの、はい、ボールペンでは書いてもらうことできます。できます。できます。みたいな。天下統一線が俺出てる。出てるらしいよ。今の時代に。今の時代に。え、これみんなあるんじゃない？ないです。ないです。え、これみんなないのかな？この線。みんなないです。あ、え？俺はありますけど。あるんかよ。あるやついたわ。さっきあるって書いてある。なるほど。これ天下統一の線。天下統一線があるとどういう？自分が極めた才能を生かせる。ああ、なるほど。他の人にはないですね。へえ。ある意味でも的中してますね。ラーメンのみで今。ラーメンもしかやってないってこと。ラーメンの YouTube をやってて。はい。もうちょっとちゃんと働けよ。いやいや、働いてはいるから一応。でも特徴的なのもう一つありました。はい。頭脳線から2つ線が分かれていらっしゃるので、非常に頭が切れるところと、普通の方にこの線が入ってないので、これ何かっていうと、はい、もうまあ、すごい直感とか見ないと見るんですね。鋭い結構2つあるので。直感か。はい、頭脳線が2つに分かれてます。冷静な部分と情熱的な部分があるので。ああ、ちゃんとじゃあ分析もできるけど、その直感で動くこともあるみたいな。マジ本当か？そこはあれですね、優しい方の周りにいた一緒に行く方が運気が上がります。ああ、それは多分間違いないと思いますね。俺厳しい人苦手なんで。すごい優しい方ですし、やっぱ自分と同じような感性を持つ方と一緒に行った方が伸び伸びして才能化されるかなっていう。確かにそうかもしれないですね。うん、あ、すげえ。
ズバリ生命線というかそういうのを聞きたいですね、はい、生命線は男性の方は薄い人が多いんですけど、はいはい、右手がすごいしっかりしてます。あ、両方があるんですか。両方あります。で、入り方は結構深いんですよね。ぐーっと来てらっしゃるので、ほうほうほう、ちょっと左手が若干薄くはあるんですけど。なるほど。ちょっと暴走しすぎずも暴走しすぎずも、なるほど、問題はないと思います。すごいためになる。全然思ってない。いや、思ってる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 。ありがとうございます。すごい。